ちゃいいやじゃん。距離の縮まってきた2人の間に小型カメラ、ここら辺に普段の会話を覗かせてもらいました。あるわけだもんね、ハプニングが。ありますだよね。セリフ出てこないとか普通にあるし。あるんだ。自分が出ないもあるし。え、あるの？ないっしょ、モネちゃん。私あんまないでしょなさそう。私裸足フェチかも。裸足フェチ、こう肩からこうアキレス腱のせる、全然わからん。かかとからアキレス腱細い方がいい。何、ちゃんとしっかり足首ある系の方がいいってことでしょ。その方がいいって、ね、なんかズンってしてる人もいるじゃん。なんか大丈夫っていう。でも意外とあれがいい。あれがいいです。分かったら連絡して。あ、分かった。足見せてくださいもっとしっかり見せてくださいプロで読む派なんだね。そうなの。絶対風呂に何も持ち込まないんだよ。これはとある二人の物語。橋本環奈さん23歳、上白石萌音さん24歳、二人は距離を縮めていきました。私だけ見てて、うん、あなたしか見てない互いに支え合い、最高そっと見守り。でもその日々にはやがて終わりが。本番が始まると会えなくなるじゃないですか。なんか一人で喋ってると泣きそうになってくる一人では絶対作れなかった千尋だったなと、すごく寂しいです。目には見えない2人の距離が紡ぐドキュメンタリー、二人のディスタンス、始まり始まり。小さく小さく縮こまった世界を。